はい、皆さんこんにちは、タッカナーでございます。はい、じゃあ今日はですね、もう最近鉄道の動画ばっかりで、ちょっとまあね、ある企画を忘れてるとか思われてるかもしれませんが、ちょっと、はい、何ヶ月かぶりに、久しぶりにですね、藤子 F 不二雄大全集の感想についてしていきたいと思います。はい、じゃあ今回紹介するのではですね、こちら SF 異色短編でございます。はい、まあ、さっくり言うとですね、これはですね、1話読み切りのですね、まあ、いろんなお話が詰め込まれてるみたいな、まあ、感じですね。まあ、題名通り短編と書いてある通りなんで、やっぱそうですね。そしてですね、もう、はい、この SF 異色短編の第1巻にも書いてある通り、はい、こうですね。ようこそ、大人のための少し不思議世界へということでですね、もう本当に、はい、少し不思議なお話がたくさん載ってます。で、この SF というのはですね、まあ、藤子 F 不二雄さんがですね、まあ考えたというか、そういう感じかな。で、まあ少し不思議の略として、まあ SF と使っています。で、まあ、僕もさっき言った通りなんですけど、このまあ後ろのサブタイトルを見ればわかるんですけど、はい、1話読み切りのですね、作品がやっぱり多いんですよね。まあ多いというか、ほぼほぼ全てですね。で、まあこの、はい、藤子 F 不二雄大全集ではですね、全4巻刊行されております。はい、全4巻こんな感じですね。で、やっぱりですね、どの作品もですね、ちょっとまあいつもの藤子 F 不二雄さんとはですね、一味違う感じのお話がやっぱ多いですね。まあやっぱりですね、藤子 F 不二雄さんとかっていうと、まあ皆さんはドラえもんとかパーマンとか、そういうまあギャグが、まあそういうギャグ漫画系なのがちょっとまあ伺いますがですね、ちょっとこういう感じで書かれると面白いですよね。一瞬作者が違うのかなって思っちゃうみたいな感じで、やっぱりさっき僕が読んだ通りにですね、少し不思議な世界へ連れてってくれました。はい、で、まあ、全4巻あるんですけど、まあ、正直言ってですね、このうちのまあどれか一つ買ってもですね、まあ楽しみます。それで、まあちょっと個人的なことなんですが、ちょっと、はい、僕のおすすめなんですがね、この、はい、SF 短編集の第2巻のですね、真ん中ら辺にあるですね、はい、こちら、はい、タイムカメラなどなどでですね、この、はい、1行についているものですけどね、まあ、はい、このカメラのお話がですね、結構面白いですね。で、これが2巻、3巻、4巻とありますと。はい、で、やっぱりですね、このお話でですね、結構興味深いお話が多いですね。はい、藤子 F 不二雄さんがですね、まあ、この世の中でですね、まあ、残していきたいメッセージなどが多分ほぼほぼ全ての作品ですね、隠されてると僕は思います。ではですね、皆さんもですね、ぜひ、まあ、書店や、まあ、いろんなところでちょっと見かけたらですね、お手に取ってね、ぜひ買ってみてはどうでしょうか。少し不思議な世界ですね。ちょっとね、いつもと違う感じの藤子 F 不二雄さんが書いているこの作品、たくさんあります。4巻もあります。では皆さんもですね、ぜひこの、はい、SF 異色短編集をぜひ読んでみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、もうこういう宣伝っぽい感じになってますが、まあ、はい、一応僕の感想的にはですね、やっぱりね、いつもと違う藤子 F 不二雄さんっていう、やっぱりですね、そういう感じの作品なんで、ぜひ皆さんもね、ちょっと読んでみてはどうでしょうか。ちょっと藤子 F 不二雄さんのですね、ちょっとまあ見方が変わりそうな感じのお話集ですね、まあ短編集ですね。はい、お話集ではなく短編集がこちらとなります。はい、まあ、はい、で、まあ、今回はですね、これで以上となります。はい、今回もご視聴ありがとうございました。タッカナでした。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。